センスゴルフグリップ、重りが3種類あって、利き手のここら辺に重りをセットします。はい、フェイス面が向いてるところが分かりやすい。このグリップだけでこのパターの重心とかね、感覚を変えられる、すごいおすすめ。センスグリップス .jp、 皆さんチェックしてみてください。はい、おはようございます。笹原由美です。前回大会優勝できたので、今日もいいプレーができるように頑張りたいと思います。あざみのつみです。今日は優勝できるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。神奈川県出身、谷田ゆり子と申します。今日はボギーを少なく回っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。荻野晴美です。今日はとても天気がいいので、笑顔で楽しく最後までプレーをできたらいいと思います。最後まで諦めないで頑張ります。よろしくお願いします。1番ホール350ヤードパー4です。今日はできればフェアウェイ左につけてピンを狙っていくのがいいと思います。バンカー越えにならないようにフェアウェイ左を皆さん狙っていくんではないでしょうか。選手は自分のスコアを記入せずに他の選手のスコアを記入します。ボールの、確認していただいて、はい、じゃあよろしくお願いします。はい、お願いします。前回優勝の笹原選手です。はい、大丈夫です。はい、お願いします。お願いします。はい、お願いします。フェアウェイ右、ナイスショットです。浅見夏美選手です。ちょっと当たりが悪く左ラフでした。谷田由里香選手です。ドロー系の球でナイスショットです。フェアウェイ真ん中、ちょい左でベースポジだと思います。よろしくお願いします。荻野晴美選手です。ティーチングプロをしながらプロテストも頑張るそうです。フェアウェイ右方向にナイスショットです。残り143ヤード、荻野選手です。風は若干のフォローです。ピン右の方に飛んでいってます。ショートです。137ヤード、ピン左にナイスオンです。134ヤード、ピンの左に向かって飛んでいってます。ピンの左にナイスオンです。114ヤード、ちょっと風が強くなってきました。フォローになっています。ピンに向かって飛んでます。一番近い距離でピンの左ナイスオンです。ナイスアプローチ。ありがとうございます。バーディーパットです。下りのスライスライン。結構強めに打ってきました。今日のグリーンスピードが非常に遅いので 8.7 と出ていました。ナイスパー。前回優勝者笹原選手です。バーディーパット、下りのスライスラインです。グリーンスピードが遅いのでほとんど下りの感覚で打てません。谷田選手はバーディーパットです。ナイスアプローチでのパーでした。打ち下ろしのパー4になります。右からドロー目でフェアウェイ真ん中にナイスショットでした。これもドローで真ん中にナイスショットです。少々引っ掛け気味ですがフェアウェイ左側に行きました。右からドローがかかりきっていないかなっていう感じですね。左ドッグの池越えとなります。158ヤード、ちょっと上げてます。ピンに向かって飛んでますが距離はどうでしょうか。ナイスオンです。さあ残り130ヤード。乗りました。ナイスオンです。ここも約135ヤードぐらい残ってます。これもナイスオンです。130ヤードラフからです。ショートカットで。ちょっと引っ掛け気味です。ナイスオン。荻野選手2オンでバーディーパットです。下りのフックラインだと思われます。今日はスピードが遅いので。すいません、スライスラインでした。浅見選手バーディーパットです。荻野選手のラインを見ていたのでスライスラインは分かっていると思います。タイナ選手はバーディーパットです。少々ラインが変わってストレートに見えます。ナイスパーでした。ナイスパー。さあ笹原選手バウンスバックなるでしょうか。C です。ナイスパー。はい。3番ホールです。142ヤードのパー3ですが、かなり上げています。 1.5 クラブぐらいは必要だと思いますので、155から160ヤードの間で打っていくような感じだと思います。少々打ち上げが入っています。浅見選手第1打です。ショートですね。ちょっと当たりが悪かったようです。風が思ったよりもありそうなので、2クラブぐらいは打ち上げも含めて変わってくります。ピンに向かってまっすぐ飛んできてますが、あと距離次第、やはりショート目になっています。プラス20ヤードが必要なようです。ピン右方向ですね。右バンカーを外してラフかバンカーです。ちょっと大変使ったようなピン右方向に飛んでますが、右ラフでしょうか。ちょっとショートでした。バーディーパットです。ノーリスタッチの OK パーでした。浅見選手バンカーから出しましたが、少々ショートでした。ラインは谷田選手のナイスパーと同じラインなので、ラインは分かっていると思います。笹原選手下りのフックバーディーパットです。ナイスパー。ナイスパー。ナイスセーブ。